はい、どうもイサピーチャンネルのイサピーです。今回はですね、3分間元ブログいよいよ最終日、日曜日となりました。月曜日から土曜まで見てくださった方、果たしているのでしょうか。いや大丈夫ですよ、見てくださっていなくても自分がね楽しく配信しているだけなので。はい、ということで今回の最終日のテーマは感謝ということを挙げてみたいと思います。何に対する感謝なのでしょうか。それは、視聴者様に対しての感謝でございます。今回ですね、私のこの動画もですね、動画っていうかチャンネルですね、300人を超えました。ありがとうございます。いや100人とかね、なかなかねいかなくて最初はね。まあでもね、動画をね投稿し続けることがやっぱり、なんていうのかな、いろんな方に見てもらえるチャンスなのかなと思っています。っていうのもやっぱりさ、少ない動画だと検索していってヒットするのってなかなかないじゃないですか。でもやっぱり動画を増やしていけば、それだけいろいろ検索するのでヒットしてくるのは多いと思う。だからやっぱりまずは100本の動画ということで、100本以上ですね今動画を投稿しています。まあね、視聴が増えているものもあればそんなにね視聴が伸びないのもありますんで、まあどこかですね、どういうのが伸びるのか、どういうのが伸びないのか、まあ、それを判断することもできると思いますので、まあ、その点でもですね、はい、動画を頑張って投稿しています。でもね、本当にですね、視聴してくださっている皆様のおかげで300人を超えることができました。当初からですね見てくださっている方もおられると思いますし、最近ですね私の動画にチャンネル登録してくださっているおられる方もおられると思いますけれども、これからもどうも、これからもどうぞですね、よろしくお願いいたします。まあ自分にとってね面白い動画を作っていければと思いますので、それが皆さんにとってね、楽しいなと思えるようなものであればいいんですけれども、やっぱり続けていく上ではですね、やっぱり自分が楽しくないとやっぱり続けることはできないんで、動画制作のためにバイクを走らせるっていうことは僕はしていないので、走っているのが楽しくてそのついでに、動画を作っている、まあ、そんな感じですね。はい、なんで、これからもどうかですね、温かい目で、見てくだされば、もしかしたら自分が楽しいだけで他の方にはそうでもないこともあると思うんですけれども、まあ、これからもですねよろしくお願いします。ということで今回の動画は最終日、感謝感謝感激雨あられということでありがとうございました。ではまたいつかの動画で、まあ多分すぐ動画作ると思いますけれども、どの動画がになるか分かりませんけれども、よろしくお願いいたします。